今週も始まりました、ケイコの恋愛セラピ ー、 イエーイ。婚活結婚相談所アクアマーストより性婚カウンセラー市原恵子です。はい、舞、はい、ちゃん、はい、仮交際でお見合いが終わりますよね。そうですね。で最後にお一人に絞った、うん、その後の段階は何でしょう。真剣交際で す、 ですね、はい、はい。アクアマーストでは真剣交際に入られました会員さんに、まずはですね、その真剣交際の後入籍挙式までどのような流れになるかをこのようにご説明しています。こうやってね、これなんか用紙が配られてるんですか、うん、あ、そうです。そうなんですね。郵送させていただいてますね。で、そうですね、郵送が届かないところなどはもちろんPDF で送ったりしています、うん、はい。で今日はこの中で一番最初にまずお二人で話し合っていただく部分、真剣交際一緒にチェックリスト、まさにチェックしてもらうんです、これを元に、はい。で実は資料には2枚同じものが入っていて、お相手と自分とで、お家に帰ってこれを全部書いてきてもらうんですね。あ、なるほど。いいでしょ。いいですね。それを、はい、じゃあ次のデートでちょっとすり合わせしようかということで、はい、お互いに本音がわかると、これ打ち明けづらいことも話すことができる、はい、できますね。昔はね1枚だけだったんですけど、うん、この間成婚された方が、うん、市原さんこうやって使ったらよかったよって教えてくださったので、とてもいいと思います。はい、それではどんな内容かちょっと今日はご紹介していきましょう。新生活最初の一歩を踏み出そう、うん、自分、家族、交友関係、はい。今までのねデートでちょっと言えなかったこと、言いづらかったことあるかもしれませんよね。なのでご家族構成とか、うん、あ、実はちょっと親父とあんまり仲良くないかもしれないんだけどと、それくらい聞いてもいいですよね。いいですね。ね、うんうん、あとはどなたかが宗教されているとか、ね、親戚の方とかもってことですね。はい、そうですね。もうご家族は分かっていらっしゃるのでね、うん、お見合いの時に。あとは、まあ、病気とか、体のこととか、まあ、いろんなこと、あと友人関係とか、はい、そのようなことを話し合っていただきます。はい。はい、続いて仕事。うん、今日ここに書いてあるのをそのままにしておきましょうね。はい、特に男性さんのお仕事内容はよく知りたいですよね、はい、そうです ね、 ね、今後結婚して突然なんか起業しちゃったりとか転職をしちゃっても困りますかもしれませんよね。そうですね。なので今後どのような気持ちでそのお仕事を続けていきたいか、男性さんも女性さんもここで話しっかり話し合ってみましょう。はい、はい。次のポイントはお金、うん、こちら恵子さん、お相手さんにどのようにこう話していったらいいのかがちょっとわからないので教えていただけますか。お金すごく難しいでしょうね。難しいです ね、 ね、うん、ちょっとじゃあリストを見てください、はい、はい。現在の収入と今後の見込みは、まあ、プロフィールにも書いてありますが、はい、一応はっきりと教えてもらいたいですよね。そうですね。あとは借金があるか、ここでちょっと聞いてみましょう。奨学金を借金と見る方もいらっしゃるし、はい、あ、頑張ったのねっていう方もいらっしゃるし、あと車とか家のローンも誰が毎月どれくらい払っているか、あとは現在の毎月の生活コスト、これも2人でちょっとなんていうの、紹介し合ってもいいと思います。でその結果家計の管理をどうしたいか、どちらが主導権握るかとか、今の時代は共同の財布を作るっていう方もいらっしゃるし、家賃は僕が払うよ、じゃあ光熱費はあなたが払ってとかあるかもしれませんね、はいはい。なんかそれぞれこう、うん、お相手さんによって考え方が違いますね。違います、はい、うんうん。なのでここは結構言いづらいですよね、はい、率直ね。なので言いづらいので、なおさらこういったチェックリストを利用して、これはあれはって言っていくとちょっと話しやすいですよね。話しやすいです。ここ話しておかないと後でこんなんじゃなかった、あんなんじゃなかったってなって困りますので、はい、万が一ここで全然意見が違うのなら、はい、真剣交際は解消、
またお宮に戻ればいいだけのことです。なんかモヤモヤはもうこの時点で解決した方がいいんですね。そうです。モヤモヤはあってはなりません、ここで。はい。はい、次進みましょう。はい。うん、結婚行事。うん。ね、ここでも結納どうする必要、うん、お相手のご家族はどう考えている、ここら辺もはっきりとしておきましょう。なんか結納はもう親御さんがもしかしたらしたい方もいらっしゃるかもしれませんもんね。そうです。なのでお家とお家のことなので、結婚行事はお二人が必ずご両家の橋渡しをするみたいな感じで、それぞれご両家の意見も必ず聞きましょう、はい、ね、二人で勝手に決めちゃったっていうことにならないように、はい、一生続きますよね、ご両家の関係は。そうですね、はい、ここはとても重要なチェック項目です。お二人でしっかりとご両家の意見も聞いてくるようにしましょう。はい、はい、次、住居。うん、これも意外と難しいですよね。そうですね。どのあたりに住みたいのかとか、うんうん、間取りとか予算とか、うんうん、まあ、いきなり建てちゃう人はいらっしゃらないと思いますし、あまりお勧めしてません。最初は賃貸で2人で住んでみるのがいいのかなと思います。で、この賃貸で住みながら、うん、今後どうしていきたいかっていうのをお話しし合うという形ですかね。いいと思います。はい。そのうちにもしかしたらお子さんができちゃうとかあるかもしれないですし、そうです ね、うん、なので解体派か賃貸をずっと続けていきたいか、うん、まあ、あのどういうところがいいのか、マンション派か戸建てか戸、うん、建てかいろいろありますよね。ありますね、はい、そこもあの話し合ってもらいましょう。はい、子供、こちらですね、その私まだ授かっていない身じゃないですか、はい、なのでこう子供のことをいきなりこう話すって言っても、はい、こうもっと難しいですね。どんな内容を話していけばいいか分からなくて、はい、まずはお二人ともお子さんが望める世代のご結婚であれば、まずお子さんが欲しいかどうか、そこは話し合う必要があると思います、はい、うん、プロフィールにも欲しい方かどうかは書いてありますが、うん、念のため確認しましょう、はい、そしていつ頃欲しいのか、うん、何人ぐらい欲しいのか、うん、まあ、それ分かりませんけども、うん、一応希望はお互いに話し合っておきましょう、うん、そして欲しいんだけどもできない場合どうするっていうのも大事かなと思います、うん、ね、ここのチェック項目に書いてあります、はい、それで入れておきます。どうする、はい、どう考えてるっていうことですね、はい、そうですね、うん、ちょっと話しづらいですよね。話しづらいですね。で今ね、何歳までだったら保険が適用になるっていうこともね、うん、だんだんいろいろ出てきていますが、お金の問題もあると思いますし、そこまでして欲しいかどうか、うん、それも大事です。精神面的な問題もありますもんね、うんうん、どちらかが絶対に欲しいから不妊治療してまで欲しい、うん、いやそこまでは考えていないのか、うん、それも話し合っておく方がいいと思います、はい、あともう一個難しいのが、うん、お子さんの教育についてね、はい、ご受験をさせたいのかどうかとか、ざっくりでいいので大体のこう価値観はすり合わせといた方がいいのかもしれませんね。でも私が育てたい、僕が育てたいっていうのはありますよね。ありますよね、はい、なので考えてみましょう。でもしね、再婚さんの場合はそのお子さんがいらっしゃる場合、親権があるのかないのかとか、今後どうしたいのかとか、そこもしっかり話しておきましょう。はい、はい、話しづらいことこそ話しましょうね。はい、家事、育児、うんうん、これは今時の話題ですよね。そうですね、うん、だいたい最近はもう男性さんも女性さんも半分ずつしようねっていう方もいらっしゃれば、うん、女性さんの方にしてもらう分僕が仕事頑張るよっていう方もいらっしゃると思います、うん、逆もあるかもしれませんね。そうですね、はい、なのでそこもしっかりお仕事のそうですね、計画性とかも含めて一緒に考えていただければと思います、はい、あと年代によっては親御さんの介護とかそこら辺も逆に出てくる方もいらっしゃるので、はい、しっかりそこも話し合っておきましょう。あとで出すことのないようにしましょうね。とりあえず今の考えもお互い伝え合う、はい、という形でがいいかなと思います。はい、はい、今後の予定、うん、はい、うん、これも大事ですね。この後どういう流れになるのかということで、双方のご家庭にご挨拶はしていただきたいなと思います。プロポーズの前にされる方が最近は多いですね、うん、
うん、あの今結婚を前提に付き合ってる彼女です、彼ですっていうことで、で、まあ、それからプロポーズが終わってからご両家の顔合わせいつにする、入籍大体いつ頃、一緒に住むのはじゃあいつ頃、結婚式はどういう形態にする、いつ頃、まあ、そこら辺まで話すことができたら、はい、もうお二人は大丈夫そうかなっていう気はいたしますね。ある程度こう意見のすり合わせもできているかと思います。はい、なのでチェックリストを順番にこうね、デートのごとにチェックしていくのもいいかもしれませんね。はい、はい、ということで大事なことはここです。自分の常識は絶対じゃない、うん、普通はこうだよね、うちではこうだよ、まあ、聞かなくてもこう思ってるだろうっていうのが一番あの危ないので、そうです ね、はい、恥ずかしがらずしっかり確認することが今後のトラブル防止、あとはより深い信頼関係の構築につながります。はい、はい、楽しくチェックリストお二人で進めていただければなと思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。それではけいこの恋愛セラピー、お気軽にお問い合わせください。